おはようございます。中医者さん、おはよう。メロンパンを食べていますか？これメロンパンじゃありません。これはコンシャというメキシコの菓子パンですよ。今日時間がありませんから何か便利な食べ物を買いました。でもメキシコの菓子パンは何ですか？メキシコの菓子パンそれぞれに名前があります。このパンの名前はコンチャです。これはオレハです。オレハは日本語で耳です。これはプエルキトです。でも中に豚肉がありません。ガレタエスペホ、クエルニト、ノビア、レバナダ、パンデムエルト、たくさんパンがあります。中医者さん、こんにちは。テストがありますか？頑張ってね。いえ、ありませんが、ちょっと勉強していますよ。この袋、昼ご飯ですか？もう昼ご飯を食べました。これはデザートです。そうですか。これはメキシコの菓子パンです。甘いパンですよ。コンビニやパン屋などにいろいろあります。メキシコの菓子パンは安くてとてもおいしいです。メキシコの菓子パンはプレイスパニコキからあります。プレイスパニコキはトウモロコシ粉で作りました。16世紀にスペイン人がメキシコに小麦を持ってきました。綺麗なパンですね。今デザートを食べていますか？これはデザートじゃありません。このパンは晩ご飯ですよ。何ですか？メキシコ人はいつもパンを食べます。メキシコ人は朝ごはんと昼ごはんにパンを食べます。菓子パンと一緒にコーヒー、牛乳、ホットチョコレートとコーラを飲みます。コンチャの菓子パンの材料は小麦粉、イースト、バター、卵、砂糖、水、牛乳、塩、ショートニング、ココアパウダー。まずイースト大さじ1、小麦粉と水または牛乳を混ぜて生地を休み混ぜます。テーブルの上に砂糖、塩、卵、バターとイーストを混ぜます。それから30分くらいパン生地をこねます。パン生地を丸めて次に30分くらい待ちます。パン生地で8等分して次に丸くを作ります。パン生地を再び等分します。ベッキングトレイで丸く置きます。菓子生地の作り方はまず小麦粉と砂糖を混ぜます。ショートニングをかけて次にこねます。
菓子生地にココアパウダーをかけて、それからこねます。菓子生地で16等分して丸くを作ります。菓子生地をパン生地にのせます。菓子生地の上にデザインをします。200度に予熱したオーブンで10分焼きます。終わりました。